子どもたちがオンラインを通じて学んでいるのは、世界が注目する新たな食育、サペレです。ね、どんな匂いがする？みんなお鼻でクンクンって匂い嗅いでみて。サペレとは、知る、味わうを意味するラテン語で、触れる、嗅ぐ、見るなど五感を通じて、食材に対して自分自身が感じたことを言葉にする学習法です。現在、ヨーロッパを中心に多くの国で活用されていて、子どもの好奇心を養うと注目されています。イベントでは、子どもにはあまり馴染みのないケールについて五感を使って学び、サラダ作り体験を通して新たな野菜の魅力を感じていました。サペレの魅力はですね、食材っていうものを目の前にしたときに、子どもが自分からですね、それを触って、あ、面白いとかですね、自分の五感を、自分にはこんな感覚があるんだ、自分はこんなことがわかるんだ、まず感じる力を育てて、そしてコミュニケーションの力、そういうものを育てていくことにつながっていくと思います。